で、この度ヤクルト1000っていうのが出て、それは1000億個なんやって。出るけど、なんなん便秘、なんなんなん便秘。今友達はヤクルトレディのババ。で、今なヤクルト1000始めてん。何の話やねん、ちょっと待って、うち立ち熊で並ぶ話をしようとしたのに。ヤクルトレディーをな、なんでヤクルトに今なんか流されてんの、今うちの話が。ねえ、ヤクルトめっちゃ睡眠良くなった。だから最近、まあここ数日やけど、まだヤクルト1000飲んでるの、うん、やっぱり超過。そう、新商品、新商品。ヤクルトってもともと乳酸菌が150億個入ってんねん、うん、でそれが最近リニューアルして、数年前にそれが200億個になってん。150から200、200億個になってん。ほんでそこから400億個っていう新商品を出してんねん、最高峰っていう感じで。でそれはヤクルトレディからしか買えへんねん、うん、その辺で買えへんねん。ヤクルトレディから買うか、まあ、もしくはなんかヤクルト専用の自販機で買うかしか買えへん。で、この度ヤクルト1000っていうのが出て、それは1000億個なんやって。すごいね。何それ、もう金しかないやん。いやだからもう金だけやん。すごいね、もうものすごい量で。なんかドロドロがしてんの。味は普通のなヤクルトと変わらなくて美味しくて。嘘ついてるじゃん。いや、ほんまほんま。それはいろんなテレビ番組でお医者さんとかが集まる番組ってあるやんか、うん、誰情報かは言わへんで、なんかそれ言ったらあれやから、言ったらあんま良くないやん。なんかそれまあ言うかい。そのお医者さんがいっぱい集まる番組で、いろんなこうお医者さんが話してしてるときに、うん、はい、じゃあ一回撮影止めますってなったときに、一人のお医者さんが、まあでもぶっちゃけヤクルト1000がガチで一番ですけどねって言ったらしくて、でそれに周りのお医者さんがみんな、そうだよねって言って、ヤクルト1000はマジで効くって。でテレビのスタッフもみんなそのお医者さんたちに、え、それ面白いんで言ってくださいよって言って、言ったら、いや、これはお医者さんの間では言ったらあかんことになってるって。なんでって言ったら、いや、このヤクルト1000を飲むとみんな病気にならんくなって、病院に来なさすぎるから、え、ちょっと待って、勧められへんって。顔痛い。ヤクルト1000はヤクルトレディからしか買われへんねん。お家に来るってやつしか買われへんねんけど、10月今年の、うん、Y1000 っていうのがコンビニで発売されたん。ヤクルト1000の全く同じのが入ってんだけど、コンビニ用容器になって、でそれはなんとヤクルト1000と全く同じものやけど、ちょっと量があるから、うん、それには1100億個入ってる。ただ Y1000 もなしばらく買いよってん俺。でも今ヤクルト優勝したやろ、野球のヤクルトが優勝したや、日本一になったから、ヤクルトの人たちがみんな買いあさって、今 Y1000 が全然コンビニに売ってへんねん。だから俺はこのヤクルト1000に乗り移って、今友達はヤクルトレディのババ、うん、ヤクルトレディのババとが来たら話す。めっちゃ友達できたんだね。ほんで睡眠に効くとか書いてるやろ。ヤクルトに関しては結局砂糖みたいなやつがないっぱい入ってて、うん、良くないっていう人もおんねんけど、うんうん、で俺いろいろ考えたけど、やっぱりいいと思う。これはヤクルト1000ってブドウ糖果糖液糖っていうのが入ってて、でそれが普通の砂糖よりもカロリー同じで甘く感じるやつやねんけど、なんか一時期それによって普通の砂糖よりも太りやすいからダメですみたいなデータを出したとこがあって、その後でもうみんなそのデータを見て、うわこれは良くないって言って、このなんちゃら加糖液糖っていうのをうちは使いませんみたいな商品もいっぱい出すようになって、ほんでそれでこれは良くない良くないっていう風にこう世間に広まってしまったから、みんなヤクルトは良くないって思ってる人もおんねんけど、その後でいろんな機関が調べた結果、その加糖液糖っていうのが太りやすいっていうやつ自体がそもそもデータが改ざんされてるもので、全然太りやすいっていうのはありませんっていう研究結果が何個も出てんねん。そうだから俺なんかいろいろ調べたけど、やっぱ問題ないと思うって思って飲んでる、うん、うんこがな、もうな、ずっと俺何を言うてんねん、タンパク質飲んでたからさ、だからタンパク質でそうゲリゲリが多かったねんけど、これ飲むようになったらもっと下痢になるんかなと思ったけど、なんかちょうどいい便になった、ゲリゲリ治った。ほんで便秘便秘の人はちゃんと軟便になるし、やっぱ菌効いてるよ。めっちゃ語るやん、ヤクルトで。だってヤクルトレディのババアとどんだけ話したと思ってんねん。めっちゃ喋るやん、もう洗脳されてんねん、ヤクルトレディの、うん、洗脳されてんの丸分かりやわ。もうなんかもうすごいなんか信者になってるよね。タイトル、グラス友達ができる。そう、ヤクルトレディ。でもな、もう一つ言っていい？ヤクルトレディってまだヤクルトレディの話するのか。ヤクルトレディって給料安いやん。
もう打って回らんとあかんからさ、あ、ね、まあなんか歩合制やからなんぼ売れるかとかによって地域によっても違うみたいやねんけど、うんうん、でもなんでヤクルトレディやるんと思って、もっと稼げるお金なんぼでもあるやんって思うんやけど、うん、ヤクルトレディやるとヤクルトの保育園に子供を入れれるようになんねんって。ヤクルトが保育園運営してんねん。なんやそれ。ヤクルト保育園、幼稚園に預けるから、その代わりヤクルトレディでちょっとバイトしますみたいな感じの人が多くて、意外とね、その子育て支援的なものも考えて運営されてんねん。素晴らしい会社だね、うん、だからヤクルトさん CF もうやっちゃってるよ。ただでただでやっちゃってくる。本当だよね。全然言ってくれたらな、案件として受けしますので。じゃあちょっとあのヤクルトの歌を CF ちょっと作ろうよ。あのドゥ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 聞いてきたやつを作って一緒に作ろうが何それ作って全部投げ出してんだよ。だっていや、じゃあ一緒に作ろう。どうする？どうしようかな。これは撮らないで。作ってるところは撮らないで。いや、撮るけど。でも撮らないでよ。やめて。どんな感じ？元気のいい感じがいいやんな。そうやな。元気がいい。やっぱ腸活だね。やっぱ腸活。腸活って言葉言うか。なんべんなんべん。べんぴーのなんべんぴーばんべん。あ、なんべんぴーなんべんぴー。ヤクルトなんべんぴーなんべんぴー。ヤクルト。睡眠だってヤクルトヤクルト。結局さ、お前が一緒に考えるって言ってね、俺にやらせてるからな。全然お前が早いね。何べんぴー何べんぴーヤクルト何べんぴー何べんぴーヤクルト。ゆきちゃんエンディングよりもう一回音声取っていい？何べんぴー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 ヤクルト何べんぴー何べんぴーヤクルト。私の体は腸でできてる。それは違う。腸でできてる。腸です。腸が嫌いとストレス感は睡眠の質も向上する。歌ってんじゃん。できてるよね。歌ってるけど。何べんぴー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 何なんなんなん、ベン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 、なんでいいのヤクルトさん、せん。もうできた CM、 CM できた。ちょっとでもさ、北朝鮮っぽくなかった。なん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 、ベン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 、なんべんぴーなんべんぴーヤクルト、なんべんぴーなんべんぴーヤクルト。なんか北朝鮮の歌になってまうねんな、今日。ジャパンに帰ってきてちょっと。ちょっと飛んでんで、最初入国管理局の話になって、ね、なんか外国人の言葉がイライラする、イライラしないの話になって、なんで急にこの話だったん？じゃあ、もっと。何べんぴー何べんぴーヤクルト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 。私の体は腸でできてる。